今があるか。今日は早いんだな。よ、こんちは。おう、おう。すっきしょう。バカだねなんだ、山ちゃん。舐められたじゃん。バカしてねえの。うるせえな。見てろよ。あいつきっと物にしてやるからな。山ちゃん、あいつに惚れてんのかよ。よせ。ただ焼き寄るとあれだくさん。ちょっとばかりまぶいつらしてと思いやがる。なんだ山ちゃん、知らねえのか。あいつうちの学校の堀田と付き合ってんだぜ。堀田、あの人気あろうか。何しろ優等生だからな。分が悪いぜ山ちゃん。それによ、面が違え、面が。うるせえなバカ野郎。まあそう怒んなよ。はい、頼まれた買い物してきたの。なんだい、買い物って。バースデーケーキ。ああそうだ、君の誕生日今日だったな。忘れたの、がっかりだわ。いやすまんすまん。何かプレゼントするよ。いいのよ。それより来年は芸大にパスしてよ。それが最高のプレゼントだわ。うん。どうしたの、急に元気なくなったんじゃない。親父がね、芸大なんか行っちゃダメだって言うんだ。絵描きで飯が食えるかって言うんだ。そう、無理ないわよね、お父さんにしてみれば。おい、君までそんな。ううん、誤解しないで。私は堀田君の味方よ。ただ常識論言ってみただけ。常識論か、僕は嫌だなそんなの。まるで就職のために大学に行くなんて。そうよ、人はパンの見切るにあらず。負けちゃダメよ、常識論に。あ、負けるもんか。そうそう、その元気よ。あ、そうだ、いつか私にモデルになってくれって言ってたわね。ああ、あれか。いいんだよ、考えてみたら自信なんてないよ、まだまだ。
書いてほしいのよ、私の方が。ただし、芸大にパいい本当かい。うん、よし、頑張るぞ。うん、君、どうしたんだ。なんだかめまいがして。どっか悪いんじゃないのか。熱があるみたいだな。きっと疲れてんのよ。そんならいいけど。心配しないで、体には自信があるんだから、うん、でも一度見てもらった方がいいぞ。平気よ、こないだだってレントゲン撮った時パスしたんだから。練習がきつすぎるんじゃないのかな。バレエのあれくらい目じゃないわよ。まあ大事にしてくれよ。僕にとっちゃミロのヴィーナスより大切なんだからな。こうさあ帰ろう。気をつけて。ママ、勉強して。はいはい。じゃあ。はい、どうだ。あ、そっちは。さあ、乾杯だ。みんなコップ持って。なんだか照れくさいわ。いいね。じゃあ、誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。さあ、のりこ、火を消して。さて、それではいよいよケーキにありつけるかな。まあ、パパったら、それが楽しみだったのね。いかんか。食いしん坊。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Noriko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.ありがとう。のりこ。何パパ。手を出してごらん。こう。うん。目をつぶって。何を言った。とにかく言う通りにしてごらん。変ね。これでいいの。いいというまで飽きちゃいかんよ。はいはい。もういいよ。パパ。それはね、のりこ。のりこのお母さんのたった一つの遺品なんだよ。ママの遺品？だってママはいつか言おう言おうと思っていたんだが、のりこはパパとママの子供じゃないんだよ。子供じゃないって？のりこのお母さんはパパの妹だったんだ。だからのりこは本当はパパの姪になるわけだ。嘘。
嘘だわ、そんなこと。黙っていてすまんのならパパもそうした。しかしね、いつかわかることだ。隠しておいて、もしノリコがそれを知ったら一人で苦しむことになる。それくらいならパパの口から言っておいた方がいいと思ったんだよ。そうだろう、ノリコ。だからといって勘違いしちゃいけないよ。ノリコは今では法律的にもパパとママの子供になってるんだから、これからだってずっとパパとママに甘えていていいんだよ。わかるね？だ、こんなに大きく美しく成長したノリコの姿を見ずに死んでいった本当のお父さんとお母さんのことも忘れないでいてほしいんだ。死んだ、広島の原爆でね。広島。のりこはその時まだお母さんのお腹の中にいた。お母さんのりこを産んで間もなくお父さんの後を追うように死んでいったんだよ。病院で死ぬ時、お母さんはその指輪をパパに預けて、パパの子として育ててくれと言い残して息を引き取ったんだ。きっとお母さんはその真珠のように美しく清らかに育ってほしいと祈って死んでいったんだと思う。そのお母さんの気持ち、のりこにわかるね？やっぱり黙ってた方が良かったんじゃないかしら。いいんだよ、これで。でも、なんだか急にあの子が遠く行ってしまったような気がして。バカな。ノリコはあくまで俺たちの子供さ。それは今はショックだろうが、いつかは通り過ぎなくてはならなかったことだ。あの子だけではなく、俺たちもだ。わからない、私には。この方が良かったのかどうか。辛いことを知るのは早い方がいい。今でも遅すぎたくらいだ。安藤。はい。連れてかれぞ。どうした？これぐらいでへばれるじゃ国体はおろか。この大会守れぞ。
だってダメダメ、弱音吐くんならバレー部首よ。きついの。私もロックなみ、ニンニクでも食べないと体持たないわ。ボーフレンドに嫌われてもいい覚悟ならね。あー、しまった、今日デートの約束があったんだ。バイバイ。どうなの、あの馬力、ね、元気なもんね。ノッコ、どうしたのよノッコ、気分でも悪いの？ねえどうしたのよ。なんでもないわよ。帰るわ。私どうしたのかしら。変ねえ。帰ろうよ。疲れたわ今日は。よしよし、俺だ俺だよっ。じゃあ今度は俺だ。よいしょ。練習するんだろうか。そう怖いからすんなよ。どいてよ。ボーキングつけやねんか。練習ってくっかかるよ。どいてよそこ。ボッタがつけあってモルタがつけやないってのか。関係ないでしょ。あんた。ボッタはどこまでできちゃうんだ。キスだか。じゃあそれとも。こいつ。ですからね、そのせいですよきっと。堀田さんスポーツは？僕はダメなんです。絵を描くだけなんですよ。本当にノリコも少しは絵や音楽に情熱を上げてくれれば。いや、いいんですよノリコさんは。あ、ノリちゃん、どうしたの黙って。ただいま。いや、何か言うの？別に用ってことはないけどね。そう、どうだいこれ。やっぱりこうやって見るとどことなく似てんだろ。似てるって？君とお母さんだよ。ほら、鼻の線なんてそっくりだろ。それお世辞のつもりなの？どうしたんだ。あなたの目どうかしてるんじゃない。つまらない喧嘩なんかしないで、今おもちゃでも入れますからね。用もないのにこんなところで油売ってて、それで芸大入れると思ってるの？君、あんたなんか嫌いよ。どうもすみません、気にしないでね。
苦しんでいるのね。でもね、辛いのはあなただけじゃないのよ。私だって、お父さんだって黙っていた方がいいと何度考えたか知れないのよ。でも、のりちゃんを残して死んでいったお父さんやお母さんのこと、のりちゃんは何にも知らずにいることが申し訳ないな気がした。辛くても知ってる方がいいと思ったのよ。いや、私のお母さんはママだけよ。ママが私のお母さんよ。聞きたくない、聞きたくないわ。もうのりちゃん、ママどうだ、俺の言った通りだろ。若いうちというのはショックに耐える力も強いものさ。ほっとしましたわ。これでもう他人みたいになってしまうんじゃないかと思った。それが辛くって。バカな、18年間育ててきたんだ。俺は自信持っていたよ。あなたはおじめで血がつながってんですもの。そんな強いことおっしゃるのよ。そこへ行くと私は。つまらんこと言うなよ。血のつながりなんて人間関係でそんな強いもんじゃないよ。それより愛情の方がどんなに強いか、もっと自信持つんだな。はいはい。どうしたんだい。のりこ、のりこ、ママ、のりこが、のりこ、のりこ。腕を出して。いや。どうしたの。まさかその年をして注射が怖いなんて言うんじゃないだろうね。うん、左腕ならいいの。うん。何か訳があるのかい。いいえ、でも左の方がいいんです。うん、まあそれはどっちでもいいがね。それじゃあ左にしよう。先生、やっぱり湯あたりでしょうか。ええ、疲労していたところへ熱いように長い間入ってたためでしょう。ご心配になることはありません。そう、ご覧なさい。私がそうじゃないかと申し上げたのに一人でお騒ぎして。
嘘をつけ。お前こそ青くなってそっとしそうだったくせに。まあまあまあ、夫婦喧嘩でしたら後でごゆっくりどうぞ。これはどうも。じゃあお大事に。ありがとうございました。どうして？わからない。わからないわ。でも。おい。どうしたのよ、のっこ。大丈夫よ。どうした？具合でも悪いんじゃないの？少し休んでろ。はい。さあ、行こう。次！行くぞ！だけ。そう。じゃあ少し控え室休んでらっしゃいよ。はい。なので今日は帰ってもいいわよ。はい。そう。ごめんなさい。はい、いいね。気にしなくたって。はい、じゃあ後でね。はい。さあ閉まっていきましょう。はい。行きましょう。はい。頑張って。頑張って。ほら元気だね。先生、大丈夫でしょうか。君は外で待ってたまえ。うろうろされちゃ目障りだ。でもぶっつけてから心配するくらいならぶつける前に注意したらどうだ。すみません、かすり傷だよ。とにかく外で待ってたまえ。それじゃあ、マキロ。あ、君は待ってる間にこっそり逃げ出そうなんて考えるなよ。オートバイのナンバー控えてあるんだからな。なあ、ですよ。冗談だよ。何かスポーツやってるのか。バレー部。うん、そうだろうな。金星の取れた理想的な体をしてる。モテるだろう、男の子に。あ、うん、どうしたんだね、このあざは。何でもあります。何でもなければ隠すことはなかろう。見せてみたまえ。あ、本当に何でもないんです。すぐ治るんです。君、生まれたところは。広島です。広島？年は？18です。18というと終戦の年には。先生、私。ご両親は？死にました。いつ？先生、言って私。答えたまえ。
父は私が生まれる前の年に原爆で。原爆？お母さんは？私が生まれて間もなく。ねえ君、他に異常はない？例えばね、めまいがするとか、歯茎から血が出るとか。ありません、そんなこと。何をぼやぼやしてるんだ。あ、先生。先生、あの子どうかしたんですか。君、あの子の名前は。さあ、どこの学生だ。あ、それが何も知らんのか。何しら慌ててたもんで。あ、もういい。あ、帰ってもいいと言ってるんだよ。あの治療費は。ああ、いらん。でもそれじゃあ。血が出るとか。
映画なんてつまんないぜ。よしなよしな。ダンスはどうだ。ダンス嫌なら他に遊びいくらだってあるんだぜ。どうせ退屈してんだろ。付き合っちゃうよ。いいわ。本当かい。行きましょう。待ちな。そんな学校じゃやばいって。どうして。何にも知らねえんだな。セーラー服でホールなんて言ってみな。一発でパクられちまうぜ。パクられるって。まあいいから俺たちに任せてくなって。おい、お前の助のドレス例の男に預けたんだろ。うん、心配ご無用。チャイナスタイルからジーパンまで彩り緑だ。じゃあ行こうぜ。頭使いよってね。一日三時あら文句なしさ。よ、これなんかどうだい。こいつがいいぜ。スカッとしてたよ。こっちで。でもどこで着替えるの。専用のパリッとした個室があるのさ。しかもタダだな。ちょっと臭いけどよ。タイル張りだぜ。タイル張り。あの助何やってんのかな。助ってもな、何かにつけて遅くなるもんだ。帰りは二人っきりにさせてくれよな。いくら出す。500円ずつ出すよ。オッケーオッケー。うわ、いかすな。最高。うせえな。お前らに知ったこっちゃねえだろ。おい、お前たちこそ何しに来たんだよ。私たちは練習が済んだからみんなでお蕎麦でも食べようと思ってたのよ。お蕎麦だ。調子のいいこと言うなよ。ナンパでもしようと思ってウロウロしたんだろ。行きましょう、ノッコ。ほっといてよ、ノッコ。ノッコ。ちどうだい、蕎麦なんかよして俺たちと付き合わないか。うめえもん食わしてるぜ。行きましょう。滑った。なんで。よう、今日は残念だったな。絶好のチャンスだったのにな。のりちゃん。ただいま。お食事できてるわよ。何も食べたくないの。何にも食べないと毒よ。ママ、お願い。一人にしておいてほしいの。
広島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 のっこ、ちょっと。何？みんなが待ってるわ。昨日のことで聞きたいことがあるの。何を聞きたいの？何も言うことなんかないわ。のっこ、うるさいわね。そう。じゃあみんなの前でそう言えばいいわ。それともみんなの前出るの怖いの？いいわ、行けばいいんでしょ。行けば。何も言うことなんかないわ。練習休んで何をしようと私の勝手よ。そんなにみんなが気にさったんならさっさと除名すればいいじゃない。平気私は。のっこ、あんたどうかしてるわよ。待ってよのっこ、私たち何も怒ってやしないのよ。誰だってミスはあるわ。だからあなたが一言みんなの前でごめんなさいと言ってくれればそれでいいのよ。謝ることなんかないわ。のっこ、よしなさいよ。もうこんな人にいくら言っても無駄よ。そうよ、池永先生が可愛がってるもんだから力になってんのよ。バレー部の恥だわ。そうよ、そうよ。みんな静かに。もう一度だけ聞くわ、のっこ、あなた本当に悪いと思ってないの？しつこいわね。めまいがするだの、手がしびれたのって、あんなのみんな仮病だったのよ。インチキだったのよ。何よその顔。何度でも言ってやるわ、仮病を使ったのよ。そうに決まってるわ。何を何言うのよ。やしなさいよ。やったわね。やめなさいって。やしなさいよ二人とも。いやだ。鳴らせなさいよ。やめてよ。何よ。やしなさいって。やめなさいって。それでもバレー部員か。君たちも君たちだ。なぜ黙って見ていた。宗形、一体どうしたんだ。言えないのか。宗形、
宗像。しかし、よく来る気になったね。知りたかったんです、本当のこと。いや、まだ原爆症と決まったわけじゃないんだ。つまらんこと考えるのはよしたまえ。もしそうだとしたら、どうなるんですか。とにかく、勇気を出すんだ。わかったね。僕もできるだけのことはしてあげる。僕の力の及ばないときは、東大病院に僕の親友がいるから紹介してあげる。今日のところは帰りたまえ。二三日したら血液検査の結果が分かるから、今度はうちの人と来るんだよ。いいね。さようなら。待ってたのぜ、ずっと。洋服なら今日山岸さんに返しといたわ。うん、そのことなんだけどな。そのことって？うん、返してくれたのはいいけどよ、くしょくしょになってるって言うんで、スケがカースケになってやんだ。ごめんなさい。俺に謝ったってしょうがねえや。洋服の持ち主は俺じゃねえんだから。どうすればいいの？新しいのを買って返せばいいの？一言謝ってくれや気が済むんだとよ。そう、いいわ。どこにいんのその人？うん、案内するよ、来な。遠いの？悪いのはあんたなんだぜ。少しぐらい歩いたっていいだろ。でも。何？ちょいと歩きゃいいのさ。
ところに待ってるっていうの？あ、人のいないところは好きなんですね。嘘、帰る。私離してよ。おい、待て待てよ。おい、やだよ。う、連れてきたぜ。そうじゃ、逃がすなよ。よく捕まえてろよ。おう、あと知らねえよ。心配すんで、一度いただきまえばこっちのもんさ。死ねないしね。いや、見てなんて全然やろ。いや、静かにしろよ。いや、なんて、いや、いや、いや、助けて。よし、今日覚えてろ。どうかしてるよ、あんな奴付き合うなんて。待って、早く帰れよ。あたしを書いて。え、書いて、下手でも書いて。しかし今書かなきゃ二度と書けなくなるのよ。それどういう意味だ。何も聞かない。それともあたしを書きたくないの？書きたいさ。今夜からよ、お願い。誰も来ない。ああ、絵を描いている間は誰も来るなって言ってあるんだ。大丈夫だ。ここでいいの？楽にした方がいいよ。どうせ今夜一晩じゃデッサンぐらいしかできないんだから。じゃあいいのね。少しぐらい動いてもいいよ。待って。え、君、宗像君、今の私とどっちが綺麗？そりゃ、はっきり言って。どっちも美しい。しかし。しかしどうなの？今の君にはただ美しいという他に何かがある。頼む。いいのよ。
まで連中のつもりで言ったと思わない。もし言われたことがあったら自分につけられたら受けてみたと思う。なんとかありません。それならいいわ。失礼します。明日まで。部員も出して行き過ぎだったと反省して、もう一度部員に届けはないか。私、バレに興味がなくなったんです。ただそれだけです。明後日から今日と同じ江戸島で合宿入ったの。それまでもう一度よく考えておいてくれ。事情があるらしいが、今までの期間先生もみんなもいつでも君の戻ってくるのを待ってるよ。もういいよ。症というのは治る見込みはあるんでしょうか。残念ながらお答えはしかねます。それじゃあの子は。しかし尽くせる限りの手は尽くすべきです。あの子一人のためばかりではなく、これは全人類の義務です。わかりました。僕もせめてあの子の精神的な支えにでも。じゃあ今日の放課後にでも私のところに連れてきてください。よろしくお願いします。失礼します。なんですか。君たち宗形君を見なかったのっこ。なんだか早引きしたみたいよ。そう、ね、さっきの授業にも出てなかったもの。なんだって。どうかしてるのよあの人。先生、のっこはどうかしたんですか。いや、ちょっと話したいことがあってね。Thank you.
先生、やっぱり警察知らせましょう。それがいいと思います。滅多なことはないと思いますが。私がもっと早く気がつけばよかった。あの子は一人で苦しんでいたというのに。先生、それは私の言うことです。あの子の親のことを知っていながら愛情に目がくらんでいたばかりに早くから手を打っておけばこんなことには。いや、そうとばかりは言えんでしょう。こればかりは普通の病気とは違って症状が出てみるまではわからないんですから。ひどい、ひどすぎる。もう18年も経っているというのに。いや、おそらくこれからもまだまだこういう被害者は出てくることでしょう。恐ろしいことです。晴天無用隊アメリカ陸軍機 B-23 機が高度約8500メートルで北東部より飛び来たり、そのうち1機は市の上空でエンジンを停止し原子爆弾を投下した。それから約5分後、爆弾は地上約600メートルの上空で一大閃光とともに炸裂した。そして緑も鮮やかな文化の街広島は一瞬にして焦土と化したのである。その犠牲者の数はなんと死者24万人、重傷者51012人、軽傷者15543人、行方不明者6738人に及んだ。その初めての実用化は不幸にも原子爆弾としてこの地広島に投下され幾多の尊い命を奪い去った。時に昭和20年8月6日午前8時15分晴天無風状態、アメリカ陸軍機 B-23 機が高度約8500メートルで北東部より飛び来たり、そのうち1機は市の上空でエンジンを停止し原子爆弾を投下した。それから約5分後、爆弾は地上約600メートルの上空で一大閃光とともに炸裂した。そして緑も鮮やかな文化の街広島は一瞬にして焦土と化したのである。その犠牲者の数はなんと死者24万人、重傷者51012人、軽傷者15543人、行方不明者6738人に及んだ。
ママ。宗形、どこ行ってたんだ。心配してたんだぞ。みんなは風呂に入ってる。それより一体どうしたんだ。広島に行ってきたんです。広島、そうだったのか。先生。分かってる。みんな聞いた。辛かったろうな。私一度どうしても見ておきたかったんです。ママが死んだところ。分かる、分かるよ、その気持ち。宗形、明日先生と一緒に帰ろう。そして吉田先生やお父さんやお母さんともよく相談して一番いい病院へ行くんだ。いいね。勇気を出すんだ。もうこれからは一人じゃない。みんながついてるんだ。分かったね。なに、君の病気はどんなことをしてでも直してみせるさ。みんなの力で。先生、お願いです。ご家ください。お願いします。そうか、よし、分かった。けど先生、ノッコ、どうしたのよノッコ。ごめんなさい、やっぱりみんなのとこ戻りたくなってさ。いいのよそんな。ちょっとね、心配したのよみんな。
無礼なり、あなたのお家はどこ？私のお家はスイスランドよ。綺麗な湖水のほとりなのよ。やっほー、トラララ、やっほほー、トラララ、やっほほー、トラララ、やっほほー、トラララ。ヤホホトラララヤホホ。おプレネリ、あなたの仕事は何？私の仕事は